はい、というわけで百獣戦隊ガオレンジャーよりガオイカロスのレビューいかがだったでしょうか。このガオイカロスはガオレンジャー5人が後半で乗るロボットでしたね。真ん中のガオファルコンを中心にガオジュラフ、ガオディアス、ガオマジロ、ガオライノスが合体して見事にガオイカロスになりましたね。このガオイカロスの渋いところは初期から登場していたガオジラフを右腕にしていることですよね。まあ、番組中盤でガオライノツガオマジロも出てきたんですけれども、これのパーツが最終ロボの腕や足になるとは予想してませんでしたね。で、各両腕のパーツや足にボリュームがあって、いかにも強そうですよね。放送当時はガオキングしか持ってなくて、ガオイカロスいいなと思ってました。特殊なギミックとしてはこのウィングの目玉が見る角度によって変わりますね。で、購入する際に気をつけなければならない点なんですけども、大体この翼の白い部分が折れてるのが多いですね。この翼はおそらく PVC かなんかの少し軟質になっている素材なんですけれども、気をつけないと根元からポッキリいきますね。私が持ってるやつももう4、5枚ポッキリ折れてしまいましたね。折れた箇所は瞬間接着剤やレジンで接着してなんとか修理してます。ガオレンジャーシリーズを集めているならぜひとも欲しい一体ですよね。はい、というわけで今回の動画は以上になります。この動画が良かったなと思った方はチャンネル登録や高評価、Twitter のフォローなどよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ラスバでした。